はい、えー、ホワイトベース館内放送ですね、えーと。先日から非常に盛り上がっている保険の話についてですね、えー、さらに今日またやっていこうと思うんですけども、今日やりたいのは、えー、主婦の皆様、はい、に対しての動画です、あのー。パートされててもいいんですけども、主に既婚の女性の方が事故を起こして、えー、しまった場合なんですけども、あのよく、ね、あるんですけど、 休休休業業業の損害休業損害害でですすね休業保障を請求できます事故が起きるとですね、まあ、怪我等で働けないくなるで、仕事を休んだのであれば、休業保障損害が仕事が働けないからということで、賃金分請求できるというのはなんとなく分かると思うんですけども、主婦業である場合、仕事してないから、 ね、あの請求できないんじゃないかっていう先入観で思いつかない場合が多いんですけども主婦業も仕事ですからね、はい、あのきちんとそこはあー仕事として認められてますので、えー、休業保障損害を,を請求することが できますはいいいこれ絶対に覚えておいておくださいあの自分の身の回りでですね、えー、主婦業をされている方で、えー、事故を起こした別に男性でもいいんですよ、えー、起こしてですね働けないとかあ働くのに支障が出るとか、えー、そうした場合にですね主婦業に対して休業保障損害ができるということを案内しない保険会社って結構ありますよ。はい でこれでもですね、また事例としてあるんですけども、まあ、前々からあやってるですね、えー、八百屋さんですね。はい、八百屋さん、八百屋さんの話はね、いろんな話が多いですね。えー、八百屋さんで、まあ、が相手でですね、えー、事故っちゃったっていうので、あ、あのー、そこの担当がねあ、主婦の方は仕事じゃないので、仕事してないので、無職だから、休業保障損壊出ませんって言い切ってるらしいんですよ。言い切った。 うん、じゃあどうしたのかって言ったらあの根っこの,その自賠責のところに問い合わせてなんとかね請求をして、えー、かなりの期間がかかって予約出たっていう話があります。はい休業保障損害 じゃあ、主婦業、今いくら出るのか、これね、あのー、時代によって変わりますけども、現時点において、現時点というのは2017年2月13日時点において、えー、日額5700円から、最低5700円から、あ1 9000円まで出ます。はい、これ、あのー、何が、その、ね、金額の差になる,なるのかっていうと、要は、その、主婦業って言ってもですね、えー、例えば、その、 ね、夫婦2人で暮らしているのか、それとも夫婦2人と子供が何人かいるのかっていうので、主婦業のウェイトって変わってくると思うんですよ。はい、で、その中で、えー、あこれはその一般的な主婦業よりもヘビーだなっていうふうに判断された場合っていうのは、あ金額が上がるような形になってます。はい、で、えー、計算、えー、通院回数×日額ですね、だからあ通院があの基本になってきますんで、 病院はしっかり行ってください。で、通院回数に対しての日曜は、例えば、1ヶ月の間に5回行ったら 5×5700 円。入院してたら、1ヶ月間入院してたら、1ヶ月31日としたら 31×5700 円。これが出ます。で、パート行かれている場合もあるでしょう。そしたら、パートで働いていた場合の金額と、この主婦業の休業損害の高い方で請求できます。はい これ、えー、絶対に覚えておいてください。あの,ーあの、こういうのって言わないとわからないケースがー多いんで、で、あ,のあと、休業損害出ますよって言っても、あ主婦業で計算した方が高くなると知ってて、で、パートの時の源泉出してとか、ああの会社に書いてもらってくださいとか、あの実際そういうふうに案内されますんで。 はいこれ、あの別にいいあの八百屋さんじゃなくても、ですね電気屋さんでも、ですね他のあの通信系のところでも、通信じゃないところでも、必ずそういうふうにしていきます。保険会社っていうのは払い渋りますし、安く済まそうとして、安く済めばその担当の人のポイントになっていきますので、言わないんですね。はい、代理店さんは教えてくれます。あの代理店と保険代理店と保険会社って違いますからね、例えばホワイトベースはオートバイ屋ですけれども、メーカーではありません。はいね だから、あの中古車屋ですけども、あの中古車を作ってません。わかりますだから、私は例えば4メーカーについて、批判することもできるし、褒めることもできるし、4メーカーの出したものをうまく使うこともできるわけですね。はい、で、それがあの保険屋さん、保険代理店と保険会社。 の関係保険会社が出している契約とか保険というのは商品です商品。商品を扱って案内して売っているのが代理店さん。だから一つの代理店で複数の保険会社の商品を扱っていることもあります、はいで。あとこれが重要なんですけどもあの前回の動画で,です、ね、よく言われたのがうちは大丈夫だった、うんで。あなたは一部の悪いところを言っているだけだ。 うちは大丈夫だったから批判するな。とかですね。あとは、あうちはね、あの身内があ担当だったからとかあの、うちは小さい地域だからとか、知り合いがやってたから優遇してもらったから、あの別に悪くないあ。とんでもないのが、車両保険つけてないのにうちは直してもらった。あそこは営利目的じゃないんだとか、あのそれねあの、全部コンプライアンス違反だから、とんでもない話ですよ。いいですか。例えば、あの私が売ってるのは、 中古のオートバイ中古のオートバイっていうのは A という車種が2台あったとしても状態はまるきり異なるわけですねだから1台1台状態異なる改造されてるかもしれない走行距離も違うかもしれないでそれがですね状態や乗っ,た乗,乗った感覚やその結果に対して影響を与えたとしてもそれはそういうものだからしょうがないただ保険商品保険証券っていうのは 全く同じサービスをとお金が、金融関係です、サービスとお金が結びついた、ある時は命ですよ。まあ、そうしたも,結びついたものが、厳選な約款、こんな電話帳みたいなルールに従った上で、ガチガチに固められた、全く同じサービスが提供されているという保証においてお金をもらっている、それが保険なんですよ。そうした性質の商品が、 ね、あの電話を受けた窓口の人間が違うからって結果が違いましたっていうふうになっちゃいけないんですだからさっきみたいにあの主婦業の休業損害出ませんよ出るのに出ませんよって言い切っちゃうこれはこれはあってはならないあってはならないですあってはならないですけどあるんですよで共済、あのーまあ、と保険っていうのは違うっていうんですけどもこれ違わない はい、管轄省庁が違うだけ、内容は同じです、はい。営利目的ではない、これも嘘です。お金を取っている以上、営利目的です、はい。必ずそれはその通りです。でじゃあ、どういう人がいいのかあの、保険について深い知識がある人があー契約すると、元保険の代理店をやってたとか、プロ代理店をやってたとか、そういう人が契約して使うと、非常に有利になるらしい。 でも、そうじゃなければ、そうじゃなければ、大体、素人が素人に電話してるようなもんなんで、結局、素人前とした結果に終わってしまうわけですね。はい、で、さっき言ったように、車両保険入ってないのに車、ね、無料で直してもらった。こんなの起きちゃったら、じゃあ、直す費用、ね、もともと、そんな、ほの保険よりも安いって言ってるのに、他の保険をいいサービスしたらどうなるか、そのしわ寄せは、他の契約者のところに行くに決まってるんですよ。 だから、その、でごうごな対応になってしまうわけですね。コンプライアンス違反だから絶対やっちゃいけないことなんです、それは。だって、ちゃんとお金払って特約を買ってる人たちが損をするわけだから、それはダメなんですよ。で、それは良かった。俺は良かったんだ。いい対応をしてもらったんだ。いい対応をしてもらったんじゃなくて、それは下手したら訴えられてしまうような行為に加担したっていうことです。だから、皆さん、僕の動画を見てですね、えー、覚えてもらいたいんですけども、やっぱこの、ね、あの今回は主婦業の話ね。 はい、主婦業、休業損害、えー、これは日額5700円かける通院日数で必ず出ますんで、自分やもし身の回り、主婦って言っても男性でも出ますからね、主婦業の男性もいますから、はい、それでも全然 OK なんで、えー、パートしてたら、パートの給料だけになりそう、例えばね、あの1日5時間勤務で週2とか週3働いてるだけの人が入院してた、1ヶ月入院してたとしたら、 必ずパートの方で請求させようとしてくるんですよ。その方が安いから。でも違いますからね。パートの方で請求されるぐらいだったら、日額で主婦業の方であの請求かけた方が高いの、みんな分かりますよね。はい。ですんで、えー、ぜひですね、そこを今回はそれだけ、はい。今回の話はそれだけがポイントです。それを覚えてください。いろんなあの ね、多分請求できなかったっていう方ももしかしたらコメントの中に現れるかもしれないんですけども、後からでもできます、後からでもこれ、蒸し返せる話になりますので、はい、あのと、ー、時主婦業請求してなかったなっていう人いたら、ですね遅くはないので、えー、掛き合ってみるのがよろしかったろうと考えられます。はい、というわけで、えー、ホワイトベース館内放送でございました。はいえー、皆さんののに立てれば幸いでですすホワイトベースしした失礼します